なんか静かやもんね。そんなことない。そんなことない。うちらがやってる曲が静かやからかな。そんなことないかな。さあまだね、もしかしてちょっとなんか結構何が出てきた？出てきた？あ、出てきた出てきた。ほんとだ。なんか出てきた。なんていうキャラクターかちょっとわかんないんだけど。エルガー君でーす。トラかな？何何？エルガー君でーす。何君か全然聞こえなかった。エルガー君です。エルガー君？エルガー君？エルガー君。エルガー君やってきました。さあエルガー君も一緒に盛り上がっていけたらいいなと思うんですが、次の曲もバラードなんですよね。残念ながらね、全然エルガー君も踊れない曲をちょっとお送りしちゃうんですけども。さあ今ね、お送りした曲がジェームス・ブラントの You're Beautiful って曲で、私昔ねすごいラブソングだと思ってたんですよ、今の曲がね。なんだけど今の曲は本当は失恋ソングだったんですよね。なんかすごい可愛い女の子も来たんだけど、その子とは恋が叶わなかったよっていう曲だったんですね。なんだけど今からお送りする曲は、まあね、私もいろんな恋愛をちょっと経験してきたわけですけどね、その中でも、まあ、やっぱり女の子とか、まあ、男の子もそうかもしれないんだけど、やっぱりね好きな人ができちゃうとみんな恋は盲目っていうじゃないですか。だからどうしてもその人にはまり込んじゃってさ、周りが見えなくなったりとか、本当にその人のことが好きで少しの時間でも会いに行きたいなとか、そういうことを思うんじゃないかって思うんですよ。でもそんなね女の子のね恋心を歌った曲をちょっと一曲今日持ってきたんでお送りしたいなと思います。真逆の曲になるんですがお送りしましょう。どうも
た。なんかあったかいな、やっぱり中村くんね、前回その去年の春にちょっと他の場所でやらせてもらったことがあったんですけど、その時もね、なんか地元の方がすごくあったかくて、本当にもう絶対私のことなんて知らないと思うんですけど、こうやってね座っていただいて聞いていただけたりとか、こうやって目が合ったお客さんとね、こうやってなんか笑い合ってしまうこの感じがね、すごいねアットホームでやりやすいなって感じです。ありがとうございます。今日本当は本当本当はじゃない、本当にありがとうございます本当はとか、今日一日で噛みっぱなしだよね。移動してる時も何言ってるか全然分からなかったんですけど、まあ、そんなこんなでお送りしてきましたが、はい、次の曲がね最後になります。その前にね、私の紹介は先ほど梅さんからちょっとしていただいたんですけど、今日はねサポートでギターがね2人来てくれてまして、ちょっとその2人をね紹介しようと思います。名前呼んだらね、ぜひ皆さん拍手でちょっと彼らをねあれしてほしいんですよ。あれしてください。なんて言ったらいいのか分からないけど、あれしてくださいね。いきますよ、こちらね、オンギターリョータ。ありがとう、あったかいな、ごめんごめん、ありがとう。さあそしてこちらオンギターアソメ、さあそのね、今手拍子みたいなのがあったわけですよ。みんなが拍手してくれたから、せっかくだからね、最後の曲はみんなでね手拍子して、ちょっとねノリのいい曲で終わりたいなと思います。できるかな、みんな手拍子できるかな。いいねいいね、そんな感じ、そんな感じ。見えてますよ、あっちの方見えてるんですよ。ちょくちょく知ってる子がいるんだけどな、その子たちも手拍子してくれると嬉しいな。お姉さんとかしてくれないかな。ありがとう。さあそれでは最後の曲いきたいと思います。皆さんいつもね、大事な曲、大事な曲じゃない、大事な人がねそれぞれいると思うんですけど、いつもありがとうの気持ちを込めて、その人たちにハグを送りたいなって、そんな曲なんです。いつもありがとうを込めて、ね、よかったらね家族だったりか友達、そして恋人のみんなにね家に帰ったりね、また会ったらハグをしてあげてください。さあそれでお送りいたしますショービッグハグ。
ありがとうございました。皆様、今一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。